大西直弘は日本中央競馬会の元騎手、東京都葛飾区出身。2006年12月17日に現役騎手を引退した。1980年3月1日中山競馬第6競争のダストシルバーで初騎乗。初勝利は同年3月23日の中山競馬第1競争のハイロータリーで挙げる。この年9勝を挙げ、 民放競馬記者クラブ賞を受賞する。デビュー2年目の1981年には第1回ジャパンカップでゴールドスペンサーに起乗、日本調教馬再選着した。翌1982年には初勝利を挙げたハイロータリーでアラブ大賞点を制し初めての重賞勝利を挙げた。ものの成績自体は伸び悩む。1987年の東京優秀では、 サニースワローで22番人気ながら日着に入っているが、1991年は年間一生に終わるなど、目立った活躍はほとんどなく、マスメディアでは忘れられた機種とまで報じられ、本人もデビュー以来所属する中岡根自給者の仕事をしながら、調教師試験への準備を考え始めていたという。もともと機場技術があった割に長い間機場場場に恵まれなかったのは、 大西自身がシャイな性格で口数も少なく、競馬サークル内での営業活動、人間関係づくりが増えて出会ったことによると、多くの競馬マスメディアの記事などで表伝されている。師匠である中尾も、あいつは腕はあるんだが、口下手で、と、大西の寡黙さが影響しての成績低迷をしきりに惜しんでいた。ところが、自給者に所属することになったサニー・ブライアンとの出会いが、 大西の名を全国区に押し上げる。1997年のサツキ賞を11番、人気ながら逃げ切り、人ともに、初めての GI 制覇を飾る。これが大勢にとってはこの年の2勝目で、しかも2勝とも、サニー・ブライアンによるもので、なおかつ重賞勝利もアラブ大賞手に以来の生涯、通算2勝目という、GI 勝利ジョッキーとしては稀なることとして、話題となった。また、 14年4ヶ月ぶりの重賞勝利は JRA の新記録であった。自走の東京優秀でも、同馬とのコンビで6番人気と相変わらずの低評価ながら、スタート直後にもう加速し戦闘に立つと同時に一気にペースを落とすという機場で、最後まで一度も戦闘を譲らない、鮮やかな逃げ切りを見せ2冠を達成。レース後のインタビューにおいて、 サツキ商売の割に低評価だったことについて、質問された、サイの、一番人気はいらないから一着だけ欲しい、と思っていました。との言葉は、体制及びサニー・ブライアンを象徴する言葉として、現在でも知られる。同馬は、サニー・スワローの老いであり、馬主も厩舎も鞍城も、同じなら、作戦まで同じ逃げということでも話題になった。ダービージョッキーとなったことでその手腕が、 改めて評価されることとなり、以降は、騎乗回数も大幅に増え、それに比例して勝ち星も増えていった。新層オープンした新潟競馬の直線競馬競争の初勝利騎手としても名を残す一方、以降は、ローカル競馬を中心に渋い働きを見せ続けた。2002年に自己最高の45勝を挙げ、2004年はカルストンライトに騎乗し、 スプリンターズ・ステークスを優勝。同馬とのコンビでは、新潟競馬場の直線コースで行われる、アイビスサマーダッシュも二度制している。騎手晩年は、マイネルの冠無名で知られるラフィアンの所有馬に、騎乗することが多かった。2000年にマイネル・コンバットでジャパンダート・ダービーを優勝し、日本におけるシワとダートのダービー相当競争をともに、制覇した、史上初の騎手となったほか、 マイネルセレクトでのシリウスステークス優勝、マイネルアムンゼンでの新潟大賞展並びにエプソムカップ優勝などが挙げられる。2006年12月6日に引退届を提出、同17日の中山開催で機種生活から引退した。大西が引退した時点で、ミホトレーニングセンターに所属する現役のダービージョッキーが解無となる事態となり、その 空白期間は2009年5月に、ロジユニバースで横山範博が新たなダービージョッキーとなるまで約2年半にわたり続くこととなった。引退後は2008年11月まで競馬の専門学校ジャパンホースマンアカデミーで特別講師などを務めた。2009年からは国際馬事学校で講師兼任の学校長を務め、競馬情報会社ワールドで 馬券戦略の情報指針役にも就任した。2012年2月からは、ミホトレ先行外にある、育成牧場、のレーシングステーブルの経営にも着手している。木村浩二騎手物語より上位人気だった、シルクライトニングが発送直前に除外となっているため、実際は7番人気。これまで目立たなかった騎手が、ダービー優勝を機に騎乗回数を増やしたり評価を。 あげたりした例はその後、石橋守などがいる。松本武史。97年、ダービー V の大西氏が育成牧場で奮闘。日刊スポーツ。2012年6月5日閲覧。ありがとうございます。